はいどうも、ピーラボです。朝倉海選手が拳の怪我でライジンメインカードの欠場が決まりました。海選手によると拳の怪我は2週間前から分かっていた。でもそれでも出場しようとしていたけど、医者やチームに止められたことで出場を断念することにしたそうです。まあこれは僕の推測になりますけど、朝倉海選手とライジンの間でかなり揉めたと思いますよ。ライジンは基本的に拳を怪我していても試合に出てくれっていうスタンスなのが、去年のタケル選手との一件から明らかになっていて、天心選手も拳の怪我くらいで試合を断るなっていう風な発言をしていたので、これはもうライジンの意向なんだと思います。しかし海選手としては足を怪我した状態で勝てる相手ではないことは明白だったので、試合には出たくなかったと思うんですよ。試合に出したいライジンと試合に出たくない海選手で相当揉めたんじゃないかなっていうのが僕の見立てです。でここで試合に出ないという選択をした時点で、もう海選手はライジンで試合をすることはないのかなっていうふうに思ったんですよね。ここで海選手が負けたら海選手の市場価値が大幅に下落してしまう。今後の仕事にも影響が出てしまう。それだったらライジンと手を切ってでも自分の市場価値を守ろうとしたのかなっていうふうに思ったんですよね。その背景にはライジンの地上波打ち切りも関係していて、地上波のなくなったライジンは衰退していくことは誰の目からも明らかなんですよ。そう考えた時に怪我を押して試合に出て負けてしまったら、ライジンと共倒れになってしまう。そうならないために早いうちに手を切ったのかなっていう風に僕は思ったんですよね。もちろん怪我を押してまで試合をする必要はないんだけど、自身の拳の状態をチェックしてくれるトレーナーやチームに所属していないこと、それらを踏まえると今回の怪我はプロの格闘家としての自覚のなさや管理能力不足が招いた結果だと思っています。あと海選手の発言を聞いてると、拳の怪我についてあまりに無知すぎる。拳の怪我は医者や専門の人にしっかり見てもらわないと絶対に完治はしません。自分は怪我の治りが早いっていう昭和の精神論で怪我を自己診断するなんて現代スポーツではまずありえませんよ。そして海選手は大晦日3年連続メカードで3連敗してるんですよ。そしてここに来てメインカードの欠場ですよ。正直メインとしての資格が足りていないように思うし、スター性もカリスマ性も全く感じませんよね。怪我を押して試合に出た堀口恭司選手を KO で倒したこと、朝倉未来選手の弟であること、結局これしかこの選手が注目される理由ってないと思うんですよ。そして海選手は YouTube の謝罪動画に広告をつけていたっていうことで、ファンに対する誠意さは全くないように思える。もちろん広告をつけてはダメっていうわけではないんだけど、その辺にしても思慮深さを感じない。欠場が決まってからも自身の応援 T シャツを売りさばいていたみたいだから、結局ファンよりも金なんだなっていうのが見て取れますよね。地上波の亡くなった雷神はこれから新しいファンは増えないから、既存のファンを大事にしなければならない。でも今回のように一発目でファンの信用を大きく損なってしまったら、もう幸先最悪のスタートですよね。 YouTube でも Twitter でも雷神や朝倉海選手に非難殺到の様子を見ると、もう今回ばかりは火消しは無理だなっていうふうに思いますね。もう右拳は感知することはないし、表面上良くなったように見えても試合をしたらまたすぐ折れますよ。一度拳が変形してしまったらもう耐久力は元には戻らないんですよ。そうならないために選手は拳の怪我には細心の注意を払うんですよ。医者から許可が出るまでは通院と経過観察ですよ。海選手の復帰は僕はもう無理なんじゃないかなっていうふうに思っています。足や腰なんかは騙し騙しやっていけないこともないけど、血は絶対に騙せないんですよ。海選手もこれだけメインを任せられているのに、雷神を背負っているという気概は
全く感じられませんよね。 K1 のタケル選手みたいに背負い込みすぎるのも問題だけど、カイ選手は薄っぺらすぎて欠場するっていうことに対してどこか現実味を感じないんですよね。今後 YouTube で活動していくとしても、ライジンという新規ファン獲得のための入り口を失って、どうやってファンを増やしていくのか、もしくは維持していくのか、今カイ選手は瀬戸際に立たされていると思います。はい、では今回は以上になりますが、このチャンネルでは今回のような解説動画を撮っていきますので、ぜひチャンネル登録をし次回作をお待ちください。ではご視聴ありがとうございました。